はい、今回は陽動ホルム反応東大2011年の問題を説明します。実験1、炭素と水素からなる化合物 A を完全燃焼させたところ、二酸化炭素 11mg と水 3.6mg が得られたと。分子量の測定値は 138±3 であった。まずこれから解いていきましょうか。ね、二酸化炭素 11mg、 これ44分の12やな。で、かける12分の1にしておきましょうか。で、水の場合は 3.6mg で、これ18分の2にしようか。9分の1が 0.4mg と。これは amg としたら、A 対 C 対 H は A 対 0.4。で、この amg やけど、まあこれ12で割ってるから、まあ A と。A 対、これは0.4。これ計算したらね、10対16になると。ね。まあ、組成式は2で割ったら5対8だけど、10対16と。H16。この分子量は120と16で、136やから、分子式は C10H16 な。で、この、C10H16 けど、普通は H22 やから、フォワード3やね。だからこれは、二重結合が、まあ、ほんま3つとかないといけないんだけど、この2番 から、三重結合の数とか、シクロの数が分かってきますよね。2番目行きましょうか。化合物 A 50mg に水素を浮かさせたところ、標準状態で 15ml の水素を吸収し、O は化合物 B を使用したら、これ 50mg やから、この化合物136分の50かける10のマイナス3乗モルな。で、これ対ね。水素は 16.5 やから、これは 22,400 で割ると、こうなると。で、これ計算するとね、これは、水素のがこれ 1.2 になるな。水素がね、2モル、この化合物に対して2モルくっついたということなんで、二重結合が2つ、または、三重結合が1つあるみたいな。これ二重結合2つ、こっち三重結合1つで、あとシクロが1つあるんでな、シクロな環状になっていると、いうことが分かります。実験3、化合物 B を酸性の酸、過酸酸酸化、カリウム水溶液で熱すると生成物として以下の部分の構造式を結ぶほどの化合物酸が得られたと。実験、陽動ホルム反応は以下の式に従って進行すると。モノカルボン酸 0.1 モルに対して消費した I2 の重量は 152.4 と。これは254。I2 は254。分子式254やけど、これは、何個や、今、消費したのが152か。これは 0.6 モルぐらいか。な。だから、0.6 モルやから、この、この式ね、陽動ホルム反応の式は、ここが、I が3つやから、これ3か、ここ3か、で、NA が3とこ1個やから、これ NA4 個じゃなかな。ここ H2O は3なのかな。な、この RCOCH3、これこういうCOCH3 という物質、こういうのがあったら3モルの I2O があるということやから、必要ということやから、これ 0.1 に対して 0.6 やから、RCO の CH3、こういうコードが2つあると。ね、過マンガン酸カリウムで、分解したら、2つあると。で、こういうことを考えると、構造式がおのずと決まってくるんですね。で、考えられる、構造式、ちょっと3つね、書きますとね、まず四角形でいくとね、四角形でいくと、ここに二重結合で、こういう構造と、
で、五角形でいくと、五角形でいくとここが CH2CHCH2 で、片方がこういうことやな。でもう一個は、六角形でいくと、六角形でいくと、まあ、こう C で、こっち側がこう C の CH3 の CH3。 こういう構造しかないんですよね。これは C は 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 あら、1個ちょっとだな、間違えたな、9で、こっち CH3 かな、 CH3。 こういう構造か。これ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 やな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と。で、これね、酸化する、カマンガン酸カリウムで、こう酸化するとね、ここが切れるな。で、ここも切れます。ね、ここも切れて、ここも切れて、ここも切れんだけど、この場合やったら CH3CO になります。ここも CH3CO になる。ここは COH だよな。で、ここは CH3CO。ここ CH3CO と。ヨードフルム反応が、2箇所できないだからな、ここ。これも、これ、ここは、ここ CO やから、ここも CO になるからな、ここ1箇所、2箇所な。必ず CH3CO っていうやつが2箇所できないといけないし、COH が1箇所できないだからな。ここが COH なんだな、これ COH。で、これは、こっち側が COH なんですよ。COH。で、これは、ここが CO やけど、ここが COH なんだ。ここは COH。ここ二重結合ちょっと一つ確認忘れてな。な。だからこれは、この、カマンガン酸カリウムで、こういう構造をになるというのを全部こう、これが合ってると。こういう構造や、考えられる構造はこういう構造やと。で、最後にね、考える構造 A の構造式を書きなさい。で、また、飽和 B には不正炭素原子を持たないということやから、これはね、ここ、二重結合、単結合にしたら、これ不飽和炭素になるよ、これは。ここも、これは、ここ不飽和炭素になるな。不正炭素原子。不正炭素原子。ここも不正炭素原子になります。これは、ここ不正炭素原子にならないな。まあ、こっち側に C ついたからな。これは不正炭素原子になります。ちょうど一番遠いところやったらな、こう、右回りと左回り一緒やな。ということから、この構造やな。これが、A の構造になるわ。これが A ね。はい、終わります。